こんにちは、みなつです。今回はこの方をゲストに呼んでいます。どうぞ。こんにちは、月馬です。よろしくお願いします。お願いします。いや、急に呼ばれたのびっくりしてるんですけど、はい、今日はどうしたんですか？今回は私、はい、今年の1月からドローンマスターを目指していろいろ練習をしてきたんですけど、はいはいはい、あ、なんか動画でもね、見たい。なんか外でなんかね、飛ばしてるのも。あ、そうです、そうです。ありがとうございます。はい、今日はその成果を確かめるために、マスで一番うまいと噂の池澤さんに、三番勝負を仕掛けようかなと思いまして。はいはいはい、なるほどね。はい。あ、まあまあまあ、でもよくありますよ、こういうのは。もう今までね、いろんなね、そう。はい、あの子たちからね、はい、勝負しようと言われてきたので、はいはい、もうその手のねタイプのやつにも慣れてるんで。いや、でも私あれですよ、私が勝ったら、うん、ナンバーワンの座は私に譲っていただくっていう。ああ、なるほど、全然いいですよ。もう俺だって自分がナンバーワンとかをもう一人も持ったことないんで、もう謙虚にやってきてるんで、もうそこはもうお譲りしますよ。 ありがとうございます。負けたらですけどね。いや、でも勝つ自信しかないんで今のところ。なるほど、はい、俺はもうちょっと勝てる自信ないなって。あれ、結構離れてたのね。あ、そうですね。1年ぐらいかな、ドローンを全然触る機会がなくて、うん、まあ、だったんですけど、あのドローンってさ、あのコントローラーじゃん、はいはい、で俺あの毎日コントローラーのゲームしてるの、ね、うん、だからまあそういうね操作感は多分、はい、あのまだあると思うんで、はい、まあ負けないように頑張りたいなと思います。はい、はい、ではそれでは3番勝負スタートです。1回戦目はスピード勝負風船早割り対決。はい、特定見ての通り風船が設置されていると思うんですけど、このゲームはドローンを使って壁に貼り付けられた3つの風船を早く割ったタイムで競っていきたいと思います。はい、はい、まあまあ半年弱の腕前をまあ見せてもらおうかなと、はい、思います。任せてください。これ私が一番得意な機種なんで、これね、マビックミニね、はい、俺は逆にちょっと苦手なんよね。うん、ここ落としたらやばいじゃん。結構そうなんですよね、実は。ここで負けちゃうともう不安でしかないんですけど、この先が。まあまあまあ、まずはね、まあ、勝てる自信はあるので、これが一番。わかりました、任せてください。はい、はい、じゃあまずは私からやっていきたいと思います。それではやっていきます。はい、じゃあ、はい、僕がタイムを測ってるので、はい、よーい、スタート。おお、やばい。おお、いいよ、威勢がいい。うわあ、うわあ、はい。ちょっとあれ、これどうなりますか？記録なしですね。あら、ということは、ということは、え、これもう一回チャレンジとかは、いや、全然いいっすよ。ということなんで。あ、壁とぶつかりすぎるとね、はい、落ちるかもねって言ったのがこれ。言ったのがこれ。そう、そう、まさにこうなってた。本当だ。いや、やば。はい、ではもう一度仕切り直してやっていきたいと思います。次はねえからな。はい。じゃあ、行きまーす。はい。よーい、スタート。お、いいよ、慎重になってる。早割りとはいえね。わかりやすく慎重になってる。やばいな、ちょっと時間が。まだいけるよ。オッケー、オッケー。おお、すげえ、迫力がすげえ。でも上手だな、やっぱ。うえー、いいよ。いいんじゃない？あ、さっきとね、いいんじゃないですか？目に見えてね、あのね、うん、ちょびちょびみたいな。あ、でもね、イメージはあれぐらいじゃないと、はい、さっきみたいにね、1回目みたいにね、すぐバーッと落ちちゃうから。記録、はい、40秒91。え、早い。え、めっちゃ早くないですか？早い方。結構早いんじゃないかなと。だってね、撮影始まる前、1分ぐらいを目安に、みたいな。そうですか。え、すごいじゃん。ありがとうございます。続いては、僕が挑戦します。40秒切れるように頑張ります。はい。よーい、スタート。おい。おい。あれ、おお。やばいな、これ。お、いいね。あと1個です。ここ、早い。早いな。
うおあれいやもう完璧でしょもう手応えしかないですこれは。結果21秒よし21秒2分の1やばい。イエーイ。大丈夫ですかこれ。私その先不安でしかないんですけどこれ落としたのちょっとでかいかな。でかいですよねっていうのはあるんですけど、まあ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 ということで、はい、1回戦目は菊田さんの勝利ですね、はい、イエーイおかしいな、2位だったら勝てると思ったんだけどな。本当ですよね。まあ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 、まあまあ、次があるんで。そうですね、3番勝負なのね。はい、はい、大丈夫です。はい、というわけで風船早割り対決は池坪さんの勝利です。イエーイ。やばいですね。いや、まあ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 、でもね、まあまあ、やっぱり俺あのブランクあるっつってもそこまで触ってた期間がやっぱ長いんで、はい、ね、どんぐらい、どんぐらいだろうどんぐらいですかね。1年半ぐらい。1年半。おー、じゃあ歴がもう違いますね。そう、歴がね。あ、確かに確かに。まあこれはまあ当たり前っちゃ当たり前かな。うーん、悔しそう、めっちゃ。まあ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 。まだまだ勝負はあるんでね。はい。まだ2つ残りあるので、うん、はい、次こそは勝ちたいと思います。はい。はい、というわけで続いての勝負に行きましょう。こんにちは、みなつです。こんにちは、池坪です。今回は3番勝負の続き、ドローンで輪っか投資を勝負していきたいと思います。よいしょ。はい、ってことで輪っか投資なんですけど、はい、リングにドローンをくぐらせて、で1分間でどれだけ多く通せるかを勝負していきたいと思います。はい。で、ちなみにリングの色によってポイントがあって、黄色が1ポイント、青が2ポイント、オレンジが3ポイントです。はい、はい、まあだからね、細かい正確な操作がね、必要になってくるわけですけれども、はい、まあ一番目の対決では、うん、あの皆さんにね、先に行ってもらったんで、やっぱ先のやっぱプレッシャーってあるじゃん、はい、ね、なのでちょっと2番目の勝負は僕から行かせていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ行きます。よーい、スタート。ちなみにね、練習してませんからね、彼は。そうですね、一発ぶっつけ、おお、お、うまい。すでに、え、めっちゃ上手。あ、おお、うまいうまいうまい。絵が地味すぎるって確かに。いや、まあ、一応で今のところ一本取ってますからね。あ、全然いいんですよ、ゆっくりで。30秒経過。はい。すごい。おお、うまい。いいね。割と慎重っていうのが多分鍵かもしれないですね。あ、むずい。むずい。おー。めっちゃ上手。むずい。やめろ。残り10秒。やばい。あかん。5、4、3、2、頑張れ。1、あ、終了。どうなんだえ、めっちゃ入ってませんでした、はい、14ポイント。おー、どうなんだこれは。もう基準が分かんないけど。分かんなすぎるけど、でも結構いけてるんじゃないかなと思いますけどね。だから一番最初にね、下の方のオレンジ通したのが、ああ、やっぱ、大立て強えなあの密集してないところを攻めてくるあたり ね、 あね、目線の高さぐらいが一番狙いやすいんだよね。あ、まあ、さ、確かそれ言われると確かにそうだね。はい、ということで、10ポイント4ポイントでした。はい、イエーイはい、では続いて私が挑戦していきたいと思います。あ、14ポイントですよ。そうですね、まさかちょっと切り次第でさせてもらって、ちょっと慎重にいきたいと思います。いきまーす。よーい、スタート。なるべくね、青とかオレンジ狙わないと。そうなんですよね。黄色、うまうまくね？やばい。上手。え、うまくね？やばい、負けるかもしんない。いやいや、でも滑り出しはね、最初と同じ、同じね、イケツバと同じだったからね。黄色入れてても勝てないよ。やばいやばい。さあ、ガヤが。黄色あと10回入れないと勝てないよ。いいよ。お、うまい。どっちがどっち？ 30 秒経過。あ、前わかんなくなるやつね。やばいやばい。だから割とね、目線の高さがいいってのがある。あ、やばいかも。
さあ、どこ、もう少しかな。ここだ。残り10秒。頑張れ。5、4、3、2、1、終了。まあ、え？最初の出だしは良かったように見えましたけど、そうですね、ポイントは。さあ、ということで、結果、ポイントですね。7ポイントと、いうことで、まあ、やっぱ目線が若干こう、期待、自分の目線よりも上だっていうのが、高さがうまい、合ってないっていうのもあるし、ってところですけど、まあ、結果はね、いげつばの勝ちということで。はい。ちょっととか言って。ちょっとこれもう結果決まっちゃったじゃないですか。まあそうね、3本勝負だね。まあまあ一応ね。うん、最後、あれしません？ 100 ポイントみたいな。ありがちなやつね。ありがちなやつ。100ポイントみたいな。じゃあ、俺が勝ったら、はい、ラーメンおごってくれるんだったらいいよ。ラーメン、やばい、でも俺中学生にラーメンおごらせてほしいのやばい。そうだね。あ、全然全然。あ、勝ったらですよね。俺勝ったらラーメン。あ、わかりました。じゃあ、いいでしょう。ありがとうございます。はい、ということで、2回戦目も、勝者は池津和さんです。イェーイ。いやー、でも、まあ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 、いい勝負だったと思うんですよ。いや、本当にいい勝負だったよ、本当に。うん。うん、なんなら、1個目のマビックミニのやつよりも良かったんじゃない？得意としてたやつよりも。池津和さん勝ったらラーメンだよ、はい。そうだね。ってことで。うん。で、ひなちゃんが勝ったら、1億ポイント。1億ポイントで、ドローンマスター。ドローンマスター、ナンバーワン、はい、勝者、はい、はい、じゃあそんなそういうことでまた次回で勝負が決まるということで、はい、一体どっちが勝つのか最後の戦いに行きましょう。